日本短編漫画傑作集少年青年漫画編には、石川純、江口久志、呉智秀、中野春之、村上智彦、三条達彦という選者がセレクトした短編漫画を収録。白巻にはその時代を彩った漫画が年代ごとに分けて収められている。1959年から1967年頃までの作品を集めた一巻には、手塚治虫、松本正彦、平田博、白土美平、斎藤孝雄、石川久太、石森章太郎、柘植義治、青柳雄介、池上良一、1968年から70年頃までの作品を集めた2巻には、長嶋慎治、水木しげる、宮谷和彦、佐々木真希、横山浩樹、藤子不二雄、佐藤正明、千葉哲也、山田紫、杉田邦子、ダディグース。1971年から1974年頃までの作品を集めた3巻には、阿部真一、永井豪、松本零士、川口海二、辰巳義弘、川崎幸男、柘植忠男、ジョージ秋山、鈴木沖奈、諸星大二郎、上村一九、三条達彦の短編を掲載。なお、1975年から1979年頃までを対象とした4巻、1980年から1985年頃までを対象とした5巻、1986年から2014年までを対象とした6巻は、7月30日に3冊同時発売される。4巻には、一ノ関啓、増村宏、星野幸信、高橋洋介、佐部穴馬、藤子 F、藤吉、新田達夫、石井久一、宮西恵三、坂口直、春木悦美。5巻には、港屋夢吉、高野文子、泉正幸、久内道夫、広金健二、杉浦日向吾、花輪和一、高橋留美子、浦沢直樹、石川純、谷口二郎、関川夏夫、五十嵐美希夫。6巻には、吉田戦車、青山武政、岡崎京子、杉村真一、吉本義朝、松本海洋、藤川美郎、村野森吉、江口久志、鳥、三木、足立満、新蔵敬吾の短編が収められる。